はい、こんにちは、ショウタです。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやっていきます。相変わらずね、サブロムの方やってるんですけど、なんか無限大な入りの方は受け6で結構やりやすいなと思う。まあイベルタルも強かったんだけど、イベルタル入りだったらなんかもうちょっと攻撃的なね、軸の方がやりやすいのかなみたいな思ったりもしてたんですけど、まあサブロムはちょっと無限大なのでしばらくやろうかな。こいつ強いし使ってて面白いんだよね。で、これ選出なんだけど、とりあえずヌオーがいないとザシアンがえぐいから、まあ、ヌオー確定、抜けに持ってきたいけど、相手バンギーと考えると、で、バンギーもヌオーで見れてるから、ヌオーかなり広くいけるんだよね。ヌオー、で、まあ、サンダーに対してなんだけど、まあ、ラッキー欲しいけど、ヌオー、ダイナ、ヌオー、ラッキーとかでいいと思うんだけどな。これでいきます。とね、今までね、このラプザシアンの並び、別にザシアンはさ、ヌオ引けば受かってるから余裕で、ラッキーも、あ、じゃあ、サンダーも別にラッキーでいいんだけど、何がきついってラップのレイビなん、あ、レイドなんだよね。そう。抜け人引くにも、バンギーいるからさすがに投げれないし、ザシアンから来るんだ。これは割と OK なんだけど、ここヌオを引いた本当にラップが出てくる場面がまずくて、そこをどうしようかな。とりあえずヌオを引きからでいいんだけど、まあ相手もただザシアンがヌオで受けられることは分かってるはずだから、まあ次にどうするかって話で、いきなり釣りは多分ないんだよな、さすがに。ヌを引いて、サイコファング。はいはいはい。ヌを意外とヒットポイント。これ多分乱数だけど、ジャレ2回平気なんじゃないかな、まだ。わからんな、でも。ラップ引きに、合わせに行きたいな、いろいろ。ドック入れて、手でいいか。毒入れてでいいと思う。多分こっちラッキー捨てる瞬間あるから。うん、ラップ出てくるよね。ここ当ててほしいな、お願いだから。お願いだから当ててほしい。オッケー。で、フリドラ打ってくるから、エイドでいきなり来るかなんだけど。まあ、一回フリ、いや、毒入ってるからな。レイドさっさと打ってきそうだよな。まあ、ラッキー引くしかないから、ラッキー引くんだけど。で、裏にサンダーがいて、っていう場合だったら無限ダイナでそこそこいけるはずだから、レイドから来るか。ラッキーに身代わりがあるとね、これもいいんだけど。裏サンダーじゃないかな、おそらく。ステロも巻きたいけど、投げもしたい。まあ、ステロ巻くか。毒入ってるから、あ、早いのか。ステロも巻けないのきついな。ステロも負けないの困っちゃうな。まあ、ラップで果たして大魔を使ってくるかどうかなんだけど、戦慄、まあでもマジフレでいいんじゃないかな。レイド多分、いやちょっと、いやでもレイドだったらこう避けるしかない。避けて。オッケー。こいつにさ、守る入れたらさ、ちょ、微妙か。ちょ、微妙か。結局、ラプラスの方が打ってくる技の種類多いからな。ラプラスの方がっていうか、なんかそのラプラスが氷技、別にレイドだけなわけじゃないから。まあ、とりあえずここマジフレ打っとけば、C 下がるから、戦慄多分だいぶマシになるんだよな。残飯込みで、まあ、ギリ受かってないぐらいな感じだけど。ただダイマックス相手もうないから、サンダーに対しては無限大な引きでなんとかなるから、ダイナのヒットポイントなるべく保てば、いけんじゃないかな、こっから。
身代わり打つか再生打つかだけど、まあ、再生でいいか。引いた。ダシャン出てくるかな。それちょっと嫌だったんだけど、ダシャン。ここサイコファング。あー、まあでも布で大魔切っていいわけだから、いやー、ダイマックスした時に回復できるはずないの、マジきついな。ダイマックス大再生マジしろよな。サイコファンがあるから多分引かなきゃまずいんだけど、まあ引くか。こっからジャレ2発なら、うーん、乱数だな。釣ってくんのは別に構わない。マジ布を5つ目とさ残飯両方持ちてえな。で、ここフリドラで一貫してるから相手フリドラでいいと思うんだけど、あー、まあレード打たれたらもうしょうがないか。いや、じゃ全然解決になんねえな。身代わりでちょっとラプラスマシになるかと思ってたけど、結局、いや、初手からレード打ってくんだったら、てか布に当てられたら結局裏に引かなきゃいけないから、初手大体ラップから入ってきたからダイナ初手投げればいいかと思ってたけど、全然甘かったね考えが。リドラー、それでもそんな入んないんだよね多分。毒待てるぐらいな。てか、うん、受かってるから、それは全然よくて。サンダー考えるとダイナのヒットポイントまあまあ残さなきゃいけないんだよな。引いた。ザシアン。まあこれはいいんだよな、別に。そんなに。身代わり張って再生してで、残飯2回入るから、まあ、そんなにダイナ削れてくわけじゃないから、あんまさほど問題なくて。いや、ザシアンがね、一生殺せないのが問題だな、それより。再生で。オーロラベール消えたのはめっちゃいいから、ダイナのヒットポイントも確保できてるでしょ。いやー、次、じゃれ押されるだけで普通にきついんだよな。布を一回、自己再生はしたい。最悪、ラップのレードを防ぐために、布で大魔切ってもいいな。とりあえず、ここ、また布を戻して。ここ、じゃれでさ、多分、布を殺されるんだよな。まあ、相手、かたくなに釣ってくるから。サンダーか。やっぱサンダーいるね。まあ、ラッキー殺してるから相手はサンダーが通ると思ってそうだけど。いやー、ヌオーこの対面でも回復できないからな。だから5つ目ないとザシアン一生削れないしさ。かといって、その、残飯とか持たないと余裕持って動けないんだよね、全然。ザシアンをヌオーで見ようとしてるのが弱いのかな。暴風。これ当たってても、特化弾でも半分ちょっとぐらいで、まあ命中率だとこっち身軽あることを考えると、相手の方が割ときついんだよね。これやっと、マジカルフレームで押していけるから。引いて、まあザシアン来ると思うけど、ラップか。ラップとりあえずしょれれば、だいぶ、で、ダイナの方が3台より早いから、そこも結構でかいんだよね。これ身代わり張ってからのが良かったかな。ラップ引きに身代わりをして、上からマジフレーで、毒と絡めて倒して、身代わり残った状態でザシアンと打ち合えた方が強かったかな。まあでもなんか言ってもしゃあないな。いやーでも、打つにしても暴風だったわけでしょ。ザシアン引き、ザシアン引きやったらでもマジフレー、直で当てた方がダイナの、なあ、でもいいか。身代わりでよかったっぽいな、さっきんとこ。インファー。どんぐらい？これ大丈夫だね。あー、待って、でも次のジャレがきついな。多分次のジャレ浮かんなくて。ただ、ザシアン、こっちのダイアース考えると、サンダーに一回引きたくないか。だから再生をしたいんだけど。逆にこっちダイアース切って、ちゃって引かれると裏目だよな。多分サンダー引きなんだよね、このダイマ誘発して。
じゃないと、ゴツメとダイアースで多分ザシアン、あ、インフォレンダーは大丈夫なんじゃないですか。ギリ耐える。ジャレだったら死んでたけど、多分ジャレないな、これ。巨獣山、インファー、剣舞、アット1が。でも、ワイルドボルトないとドヒドに打点ないから、ドヒド鬱陶しいし、あれなんかな。ジャレ切るザシアンってあんのかな。あんまそういうイメージないけど。ザシアンの技構成わからんねえなー。でもこれ抜け人考えるとさ、抜け人ラッキーみたいなのに多分負けるんだよね。ラプト。だから、神砕くとかなんかな。多分そういうことか。じゃないと。いくらなんでもサンダーしか抜け人に打点ないんだったらさ、サンダーにラッキー投げ続けて、あと2体にこっち抜け人投げ続けてるだけで相手死ぬから、うん、で、こっちがそれで負けないから。TOD になっても、まあ、サンダーにラッキー投げ放題で、玉込みできる以上多分負けないもんね。これ混乱があと結構きついんだけど。うん。ギリギリ、これぐらいと。ヒットポイント確保しに行くか。いや、ここ、こそ身代わりでいいんだよ、やっぱ。上からどうせ動けるから。うん。暴風当たる。だから暴風の PP がそれこそ枯れる話も今度あるけど。サンダー弾だから、ずっと殴り続けることできないから、いつか行動変えなきゃいけないでしょ。サンダーがね、浮からないようでなんか微妙にやり合えるみたいな、そのすごい微妙なラインなんだよね。ヘドロとか残飯ないとさすがに、絶対無理って感じだけど。オッケー、ついに避ける。いや、ほんとはこいつに毒入れたら、多分、ヌオでも勝ってたりするん、ああ、いや、それは言い過ぎだけど、結構、有利になるんだけど、こう、マジフル打ってっていいか。ああ、オッケー。いいね。もう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。なんか、また似たようなのと、当たった軸ほとんど一緒だよね。これもまた無限大なヌオーラッキーとかでいいんじゃないかな。あい、なんかね、抜け人殺す前にバンギ持ってくるかと思ったけど、多分、ザシアンが抜け人殺せるんだったら多分、バンギ来なくて。で、ザシアンでも、ラプラスでも、殺せる技ないんだったら、みたいな感じなんだよね。あー、でもこれ、ダイナだけだときついか。ランドロスもあんまきついよなかといって、ダイナ1体でサンダーとラプラスミンのだいぶ無理あるでしょ。ただ、自破も入んないしなダイナから入って、ヌオを置くの確定でいいんだけど。いやー、ムード。まあでもヌオでランドロスそこそこ見れないんだよな。初手、ラップから来る。これを想定してたんだけど、裏の並び的にここ0度から入ってくるやつありえん多いんだよね。分からせてやるわ。不届き者に、ダイマ切ってないなら0度しかねえだろう、打つ技。こっちの、なんかメガネ技とか、オッケー。マジでそのね、舐め切ったその動きを許さないから、ね、で、これで毒かまして、で、ラプラスの対応になってるから、マジでこれほんとされまくるからね。裏にラッキーいるか、その引いてくるだろうっていう話で。マジで無限大なの、なんか、ダイマックスでもできないんだよな。だから、3割で何が起きても全部解決できるっていう、スーパー3割なんだけど。フリドラで、毒ってる以上、こっちこっから身代わり安定なんだよな。で、相手、こっちが身代わりしてくるの見え見えでダイマックス切んのも、もったいなすぎるから、多分できないから引くんじゃないか？普通にフリーズドライ打ってくるんだったら、マジカルフレーム入れたいけど。あ、なんか技が身代わり再生になったおかげでね、PP カラシが化け物になった。何でも枯らせる自信があるもん。オッ
ゲザシアン。無限ダイナの後、ヒットポイント確保を優先するか、マジフレで一回削る方を選ぶか。どっちがいいんかな。ラップラスに受け出すことはないけど。いや、裏考えて、裏多分ヌオーで見ることになるでしょ。サンダーとの打ち合いぐらいだけど、対面からなら負けないから。ザシアン早めに削りに行った方がいいんじゃないかな。ザシアン殺せたら、でもヌオーザシアン殺せて楽になるかっていうと絶対怪しいよな。再生の方がいいだろう。多分むしろ削りたいのどっちかっていうとラップの方で。釣ってきたね、ラップ。まあこうなったらマジフレ打ってよかったっちゃよかったけど、まあでもどっちみち身代わり残るならそれでいいんだよね。釣り交換するなら身代わり破壊してからじゃないと多分通んないと思うんだけど。でこれしてればラップも削れてくでしょ。これでフリーでこっちマジカルフレーム打てるから、次以降の身代わり再生ポチポチがめっちゃはかどってくるっていう。マジでこの引きこもり感えぐいわ。楽しい。マジこういうポケモン使うのが一番面白いもん。フリードライ、さすがに身代わり耐えないだろうな。フリードラ、あーさすがに死んじゃうよね。フリードラ2発入るとなんか耐えそうだけどね。だからラプラス抜けに持ってきてない以上、完璧に受けれるポケモンこっちいないから、無限ないな。多少削れちゃってもこいつを殺すのが世界で一番重要な気がするわ。引いた。こっちまあ身代わり割られた後のタイミングでザシアンにヌオを投げたいんだけど、そこに釣られた時だよな。だからこうなってしまえば多分釣られても別に困んないんだよな。ラッキーなんかラプラスごまかすためだけのコマみたいな感じはあるから、ここマジフレで殴っていいね。さすがに無限ないな、こんだけ HP あったらザシアン削る方にちょシフト置いた方がいい気がするから。うん、でマジカルフレームでまあ4分の1ぐらい、あまあまあ削れるね。急所そんなことない、こんなもんか。あ結構入るんだね。オッケー、じゃあヌオーで多分ゴッツメ2回入れればマジフレ2発で殺せるから。いやーまあでも結局ダイマックスを切っちゃってるからランドロスとかはきついんだよな。じゃあね、えぐダメージ。ただいや裏のランドロスとかバンギ見る役割もあるから再生しないとさすがに。ラプ飛んでくるけど、まあ、ダイナで先に毒入れれてるからな。ラプに全然マシなんだよな。だ初手のねあの舐めて突っ込んでくる霊道をね、身代わりで透かすのがマジで最高すぎる。でこんだけ削れたらラッキーの投げでもいけるから、後出し多分だいぶ許さないようにできるんだよね。で、ヌオのヒットポイント半分は絶対確保できるでしょ。多分ザシアンゴツメに触れて死んで、ラップ投げてヌオを回復できない状態で、ラス1の3体目展開して、多分破壊しに来ると思うんだけど、まあ、死に出しからヌオのダイマックスと、無限ダイナの遅延行為でなんとかなんないかな。あとこれ地味にヌオをちょっとずつ回復してってるから、いやマジヌオ貧弱なんだから持ち物2個ぐらい持ってよお前これ残飯もあったら全然変わってるもん。もうちょっとヒットポイント確保できて、まあでも140あれば十分か。208以上になるわけだから。オッケー、ラプラスで裏サンダーなんだったら、まあ適当にヌオとか捨てながらで、勝てるから。ダイナで勝てるから。とりあえず、ラッキーでいいんだよね。多分、無限ダイナの方が死んじゃいけなくて。ラッキー引いて。まあ、レード飛んできそうだけど。あ、フリドラならめっちゃ優しいね。これ、ステロ巻くべきか、投げに行くべきか迷うな。こっから投げ2回。
いやー、ラッキーが残る意味が別にそんなないよな。サンダーだった時に、いると嬉しいけど、結局こっち再生連打。あー、まあでもいた方が嬉しいか。相手もう残り裏1体、こいつともう1体しかいないから。ここレード避けると、投げ2発で、多分、毒と合わせていけそうな気がするんだけど。あ、オッケーオッケー、投げ圏内だね。オッケー。いいね。だいぶこのラプラスのストレス減ったわ。じゃあ、お疲れ様です。